皆さんお元気でしょうか。タニタ公式 YouTube ナビゲーターの真鍋です。本日はミニカフェの宮崎さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ユニカフェさんといえばですね、はい、ちょっと出していただきたいんですが、タニタのタニタコーヒー、こちらのドリップバッグを作っていただいております。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。で、タニタコーヒーといえば、はい、クロロゲン酸が非常に多く含まれているということで、皆さん飲んでいただいている方もいらっしゃると思うんですが、今日はですね、来ていただいたのはそのタニタコーヒーにさらに新たなる展開があるということで、はい、はい、どんな展開なんでしょうか。じゃん、はい、この K カップと言われる、まあ、ちっちゃいカプセルが6月24日についに発売になりました、はい、ありがとうございます。発売になりました。こういったまあパッケージに入っているいわゆるこのカプセル型のコーヒーになって、はい、タニタコーヒーが発売されましたということでございます。特徴としましては、当然もともとドリップバッグでも簡単に入れていただけるということはもちろん意識していたんですけれども、はい、それがさらに簡単になって、はい、1杯ずつ入れられるということですよね。はい、あれですね、今手前に置いてあるんですけれども、専用の抽出器で出していただけると、はい、ということで、当然この、カプセル型のコーヒー、まあ、別のメーカーさんのものとかをご利用いただいている方もいらっしゃると思うんですが、はい、ちょっとさらに、すごいところがあるんですよね。そうですね、はい、で今実はですね、その断面図というか言いますか、カットしたものをご用意しました。これはカップ実物を横にこう、はい、切り取ったものになっていまして、実際のこのペーパーですね、ペーパーフィルターが中に入っております。中にペーパーが入っているというのがかなり特徴と言っていいんでしょうか。はい、そうですね、もうこれってこのシステム、キューリグというシステムなんですけれども、はい、まあ、これしかなくてですね、はい、まあ、皆さんこういうカプセルってインスタントとか、まあ、あのエキスっぽいのが入っているかなと思われるんですけれども、実際こういうふうにペーパーフィルターがあのカプセルの中に入ってまして、もう本当にハンドドリップを家でやるような形のものがボタン一つでこうすぐ出せるというのが一番の特徴で、他のものでいうとペーパードリップという方式ではなくてエスプレッソの方式であったり、まあ、実際インスタントが入っている商品っていうのも非常にある中で、キューリーグこのタニタのプレミアムブレンドはドリップコーヒー、ペーパードリップコーヒーのシステムを使っています。そうですね、はい、あのカプセルなんか私も開けてみたことがなかったので、はい、当然今初めて見るんですけど、まあ、なんか濃縮されたものが入っているのかなとか思いきや、そうではなく、まあ、基本的には粉末が入っていると、はい、ただ今回のこのキューリグさんでのタニタコーヒーはそれではなくてペーパーフィルターが入っていると、はい、いうことですね、はい、ということは当然、まあ、ハンドドリップで自分で入れられるのに非常に近い味が出せると、はい、いうことですよね。まあ本当に方法とするとほぼ一緒、ほぼ一緒、はい、はい、でただまあ実際にはその、はい、形状だったりとか、はい、容量だったりとかが今若干違うので、はい、このカプセルで同じ味わいを味わっていただけるように調整されたと、はい、ですけれども、はい、なんかそのあたりなんかもうご苦労された点とかもしあれば教えていただけますか。やっぱりこれ、まあ、ハンドドリップにすごく近づけるために、まあ、どういうふうにこう中身を作り上げたら、まあ、一緒になるのかなというところで、まあ、何十個もこう試作をして、はい、まあ、味を作ったというのがまず中身のところではありまして、はい、やっぱりあとは入れ方が違いますので、まあ、それによっての味の違いっていうのもありますので、まあ、それも焙煎であったり、まあ、その中身の設計というところに非常に苦労しました、はいはい、通常のドリップバッグと今回のこの K カップというカプセルとで、はい、あのまあ、ちょっと私素人考えだと、はい、同じようなものをというか、はい、同じ作り方をしたものを入れるのが正しいのかと思ったんです、はい、そうじゃなくてやっぱり味わいというか、実際飲んでいただく時の味を同じにするために、はい、あえて中のその焙煎の状態とかはあえて変えて微妙なコントロールをして同じ味わいが再現されるということなんですよね。はい、はい、そんなところにもユニカフェさんのこのプロフェッショナルの意識が垣間見えると思います。皆さんぜひちょっとですね、はい、お試しいただければと思うんですけれども、今せっかくなんでご用意いただいているので、はい、実際にですね抽出をお願いしたいと思います、はい。